エフレバクムはシンキングリード株式会社によって開発されているオープンソースの顧客関係管理システム。インド企業ベタイガーが開発を主導するコミュニティ駆動型のオープンソース CRM ソフトウェアベタイガー CRM をベースに日本の企業文化に合わせ独自にカスタマイズを行っている。エフレバクムはモジラパブリックライセンスバージョン1.1をベースとしたベタイガー パブリックライセンスバージョン1.1のライセンスで提供されている。プロジェクトごとにタスクとマイルストーンを設定でき、チャートが自動生成される。タスクごとに進捗率を入力すると、チャートに反映され一目で進捗の把握が可能。課題管理や開発管理、商品やサービスの導入管理に利用される。SNS、チャッに似たコミュニケーションツールで、 顧客企業、案件、顧客担当者、見込み客、プロジェクトの詳細画面にニュースや質問を書き込める。コメント機能の一覧画面を見ると最新の状況を把握できるのでコミュニケーションツールとして活用できる。シリアル番号、販売日、サービス開始日などを入力して固定資産の管理が可能。固定資産ごとにステータス管理や製品情報と関連付けができる。 ホーム画面では自分に関連する各種指標や情報を集約して表示することが可能。これにより今の状況を俯瞰し仕事の抜け漏れを防ぐことが可能になる。表示する情報やレイアウトは自由にレイアウトすることが可能。日々の顧客、案件に関連する活動や社内作業の予定を登録したり活動後の報告を簡単に行うことが可能。カレンダー画面は Google カレンダーの画面レイアウトや操作に似ている。登録した予定を複数の人にメールで通知するお知らせ機能もある。条件を絞り込んでのメールの一括配信やセミナーや展示会の来場者管理が可能。セミナーや展示会の来場者ごとにステータス管理ができ、フォロー漏れを防げる。マーケティング活動などによって得た見込み客に対してのフォロー活動などを管理できる。 これにより、効率的な顧客の取り込みが可能。また、一定条件に達した見込み客は、顧客として取り込むことが可能。Web で作成されたフォームと自動で連携することが可能。この機能を活用して、HP 上のお問い合わせ画面からの情報を自動で、見込み客情報に取り込んだり、簡易の活動報告フォームを作成して、活動情報として取り込み履歴を蓄積できる。 顧客の法人情報、担当者情報を管理できる。また、企業、担当者に紐づく営業活動やサポートの履歴を管理、閲覧することが可能。これらの情報を集約することで最適な顧客施策を実現できる。営業案件の進捗管理、活動管理が行える。案件ごとに顧客担当者、 自社担当者を紐付けて管理できるので、効率的な営業活動を支援することが可能。また、パイプライン分析などのレポートにより、営業状況を俯瞰することができる。見積書の作成、管理が可能。見積もりのステータス管理が行えるのと同時に、履歴が顧客企業、担当者に紐付いて管理される。これにより過去の見積書との整合性を取ったり、 現状の見積もり金額の累計などを把握することも可能。サービス契約、受注、請求、購買発注の処理も可能なため、一連の業務をエフレワクムで完結できる。その日行った作業や訪問などの営業活動、サポート対応などを簡単な操作で上司に提出することができる。日報に関連したやり取りをチャット形式で入力することもでき、設定された。 上司以外とのやり取りも可能となっている。顧客からのお問い合わせやクレーム対応などをチケットとして管理できる。対応のエスカレーションや進捗管理が行え、それらの情報は顧客企業や担当者に紐付いて管理ができる。業務指標機能では案件のパイプラインや見込み客、見積もりなどのステータス管理の情報をグラフ形式で表示できる。グラフの一部をクリックすると、 さらに詳細な情報を確認できる。レポート機能では画面の操作に従うだけで簡単にオリジナルの帳票が作成できる。グラフ表示されたり画面上に表示された帳票を Excel や PDF に出力できる。また毎日、毎週など指定した周期で指定したユーザーに作成した帳票を自動で送付することも可能。顧客向けのポータルサイトを自動作成できる。 顧客ポータルではお客様と共有したい情報を選択して表示することができる。顧客からの問い合わせや依頼等の進捗状況を表示させたり、ポータルサイト上で直接やり取りをすることも可能。エフレバクムの予定表から Google カレンダーへ予定を反映させることができる。ありがとうございます。